はい、です。こっちも、はい。録画、配信開始、録画開始。ん？はいはい、ちょっと待って、間違えてる。ちょっと待ってね。キャンセル、よいしょ、ちょっと待って。じゃあ、ちょっと待って、じゃあ、配信開始、録画開始。でマイクはマニックサウンドで、で画質コーデ、音声コーデ、音量コーデ、よいしょ。で、入る。はい。はい。いけるかな、これ入ってる、入ってる、入ってる。録画開始、配信いきます。じゃあ次行かせていただきます。はい、大体の流れをまず説明させていただきます。まず第1部では私 と浦島さんとの出会いと、浦島さんのおかげでものすごい情報を得られて助かったなっていうのがあったことで、いろいろ言わせていただきます。それとあとこの次の流れが、じゃあその次のお題が国際ビジネスマンと玄関本、ユダヤの陰謀論、マイノリティ支配、それと私はタイで差別をしてきた、はい、それとハイパーマルチバックパッカーっていうのが次の第2部、そしてまた小休止をして、でその次に一番重要なのがね、第3部でやるのがね、ネット右翼がね、在日三世というのになりすましているのではないかっていうね、問題を取り上げます。これが今後のすごい重要な問題だなとか思ったので、これがなんで重要かって言ったら、最近のネトウヨっていうのはね、ある種の人々のね欲望をうまいことすくい上げてるしね、ほら在日三世ができた背景っていうのは、ほらトニー・マナローってテキサス親父っていうのは人気あるじゃないですか。はいはい、あ、それ知らないけど、そういうのがあるんですか。YouTube とかでよく配信しててね、はい、そういうなんていうんですかね、やっぱり日本人っていうのは別に右左を問わず外国人がこういうふうに言ってるんだっていうのは好きですからね、もう昔からね、外国人がこう言ってるのは別に関係ないだろうと思うんですけど、はい、もう日本人ほどやっぱり外国人の声とかそういう、ね、うん、言ってることを気にする人ってなかなかいないですから、それとやっぱりこういうこと言ったらね、差別やって怒られるかもしれませんけどね、びっくりしたのがね、やっぱり私たち普通のね日本人にはない能力がね日韓ハーフの方にはあるんだなと思って、ちょっとびっくりしたのがね、やっぱり日韓ハーフが持つ特殊な能力っていうのもね、それちょっといろいろまた聞かせていただきたいと思ったんですね。なんでか言ったら、ツイッターで在日三世っていうのをね見てね、あ、これはもう日本人の、それはもう特殊な能力とか日韓ハーフとかその関係なくて、多分もう普通になんていうんですかね、やっぱり在日でね、そういう付き合いがあるとかね、それこそ自分と違っても本当に在日コミュニティみたいなところのトップに使ってる人から見たら、多分どう考えてもね、やっぱ在日三世っていうのは自分全部書いてあることを見たわけじゃないですけど、やっぱ違和感ありますよね。ああ、そうなんだ。もう普通にネトウヨが書いてるのしか見えないんですよ。結構勉強して頑張って書いてるのかなってぐらいの感じにしか見えないんで。ああ、そうなんだ。で、2、3日前初めて自分が教えてもらってね、見た時に比べたらもう今日の朝とかもう昨日あたり見たやつでいうと、もう本当もうもうあなた設定忘れてんじゃないかって感じで、もう本当にもうね、たまたま在日三世って言ってるもうネトウヨでしかこれもうないんだなっていうぐらいの本当にね、そうなんだと。でそれがね、やっぱりね、普通の人から見たらね、在日三世はなりすませって問題ね、どうでもいいかもしれないけど、でも今後それがちょっと重要な問題になっていくなと思って、あれはもうね、2位の防衛も本当にあれですよ、本当は空平らに全部じゃないけど、本当にもう持ち点全部かけますよ本当に。これはもうなりすましだろうなって、
あれだってね、考えれば分かりますけど、うん、もしこいつは、いや、こんなのも在日じゃないよって言って、うん、もし本当に、いや、俺は在日だって言って、うん、カミングアウトされて、本当にこう証拠出されたら、うん、やっぱ逆に困る話ですから。うんうん、まあね、だから、そこら辺でね、あのこのまたあの第3部でその在日3世を成り済ましかどうかっていうのね、それなぜ私がなんかすごい気になったかとかね、なんかそれをなんかまたちょっと語って、それ終わりにしようかなと思ったんですね。はい、これがなんか飾りたくてちょっと来たので、わかりました。それではなんかまず第2部始めさせていただきます。まず最初のお題が国際ビジネスマンと玄関本ってやつなんですね。はい、これがなんで重要か言うたらね、あ、その前私はタイで差別をしてきたってやつもまた語っていただきますからね、これがちょっとつながってくるんですけどね、あのまず国際ビジネスマンと玄関本っていうなんかあの今なんかそうちょっとネット上でまたチャーチャー大騒ぎになってるんですけどね、うん、最近あの玄関本あなんか中国や韓国のことをね、まあ、なんか嫌いとか呆れたとかね、まあ、今書店の、ね、一番目立つところに玄関本とか拳銃本みたいなものがね、うん、もう普通にこう本当サピオかなっていうぐらい の, あの、うんねうん、タイトルのやつがこう本当もう並んでて、うん、もう玄関コーナーっていうんじゃなくて、もう普通にこう売れ線のところはもうそういう本がみんな占拠してる状態じゃないですか。はいはいはい。それでね、あの例えばそのそれでね、あのヘイトスピーチ反対派のねカウンターの方々がね、この問題はねもう見過ごすことはできないからね、本屋さんに抗議しようとかね、こんな本屋さんでは買わないとかでね言ってましてね、そうしますとまた別の方々がね、それは言論弾圧ではないかとかね、すごい揉めてるんですね。いや本屋だってね、うん、本屋弾圧したってそんなものをあのアマゾンで買えばいいだけの話だから、うん、じゃあアマゾンも攻撃するのかって話になるし、うん、まあそれもちょっと不思議な、私もその時ちょっと複雑な思いでなんかちょっと、基本的にはね、まあ、あんまりそういうのでね、あの、まあ、言論弾圧はしたくないなというのは基本的にはあるんですけどね、ええ、ちょっと困ったなとか思って、そこでなんかカウンターの方々にちょっと距離を置いた理由の一つなんですけど、ええ、でどうしたらいいんだろうとか思ってたんですね。そうしましたらあの私のなんかちょっと総合フォロワーで氷川渉さんっていうなんかもうすごい国際的なビジネスマンがいらっしゃって、うん、でその方がねあの書いてたんですけどね、あの自分が中国や韓国とビジネスを始めた時にね、まああの中国対策マニュアルっていうのをたくさん読んだけどね、今の拳銃本なんか比較にならないほどね、もうえげつないぐらい明けすけにね、中国人はこうだこう対処しろっていうのがね書かれてるんだけどね、それが本当に自分にとって役に立ったんやってね、やっぱり事前にこういう本を読んでこういう知識を読んでるとね、心の準備ができるしね、ほんまにこれはもう重要なんだよってね。でやっぱり事前にこういう準備がなくて、そういうふうになんか異文化にあなんか接するとね、やっぱりショックを受けるしね、もうこれでなんかもう中国人許さん、韓国人許さん、まあ、特に日本人が、うん、ね、自分たちがスタンダードだと思って、うん、で東南アジアがどうしたとか中国がどうしたとか言うと、うん、ね、こうやっぱりこう、うんうん、それ実際逆なんで、うん、日本人の方がやっぱ異常なんですよね。うん、ある意味ではそれはいいか悪いか別にしてね、うん、だから日本のやり方そのままやっぱりこうね、うん、日本の外あの、うん、ね、うん、もう限界なら超えてもうそこからこう、うん、あのね、うん、アジアに突き進んだらもう、うん、日本のやり方でうまくいくことまずないですからね、うん、と言ってもそれね、あの浦島さんはね別になんかあの、うん、上から目線でお説教してね、それではあの真心を持って誠意を持ってぶつかれば大丈夫ですよとか言うんじゃなくてね、逆なんですよ。だからちょっとあの浦島さんもかなりきついことをなんかやってきた言うてね、いうことは後でつながるんですけどね、はい、それであのまた氷川渉さんの話になるんですけどね、うん、あの人は過去にね韓国となんかビジネスをしてね、もうすごいなんか嫌な思いをしてね、であの桜井誠さんと会って長時間おしゃべりできたけどね、もう本当に感激したい言うて、話はうまいし面白いしおおらかやしね、もう韓国の愚痴言ってもすごい聞いてくれたよってね、そういう需要があるんですよね、あの人には、だからそういうねあの需要があるのにね、無理に玄関本を潰してもあかんやないかっていうのがまずあるんですね、で氷川渉さん自身もねあのおっしゃってたんですけど、ただ唯一注文作るとなったらね、玄関本はねもっとなんかビジネスマン向けにね実用的な
なってほしいのと、もっとドライでクールになってほしいんですけどねとかは言ってたし、あの喧嘩も全ていいとは言ってないんですけどね、ただやっぱり過去にやっぱり、まあ、あんまりきついこと言うのを遠慮しすぎちゃったもんやから、あんまりなんかちょっと参考にならないやつが多かったと思うんですよ、はい、で逆に、まあ、ああいうなんかえげつないなんか喧嘩本とかはえげつないんだけど下劣なんだけどね、それでもやっぱり参考に露骨な分参考になる部分がどこどこちらほらあるんだと思うんですよ。だからまあ私の最終的な希望としては、まあ、まともなビジネス本が出て少しずつなんかファン層をちょっとそういうところに、うん、まあ書店とかでね、うん、並んでるやつたまにこうちょっと広い読みとかしますけど、はい、まあ当たり前の話ですけど、やっぱり書店に並ぶレベルだとあまりにもひどいのっていうのはやっぱりこう選別されてこうね、うん、やっぱり企画の段階でみんなポシャってくると思うんで、はい、だからどこの出版社でもね、はい、どういう本出すって言って、はい、じゃあ喧嘩本でも出そうかって言ったら、はい、まあねなんかブログとかで面白いこと書いてる人とか、うん、大学教授だとか、うん、なんかね、著名人とか、うん、片っ端から声かけて、うん、もう10人、20人ぐらいでリストアップして、うん、最終的に4、5人ぐらいに絞って、うん、で、それでこう、まあ、ね、これはいけそうだって、やっぱそれなりのこう、やっぱりこう、ね、選定してるんで、うん、そんなにひどいのはやっぱりこう、最終的にこう、書店に並ばないと思うんで、うん、ね、その辺はやっぱりこう、ネット空間でこう好き勝手なことを言って罵倒してそれでおしまいって、それはやっぱちょっと そのレベルではさすがに書店ではなかなかお目にかかんないとは思うんですけどね、うん、ただやっぱりやっぱり過去にね、やっぱり韓国に遠慮しすぎたってちょっとあまりきついこと言えなかったっていうのが遠慮っていうかね、昔は無視ですよ、うん、無視だったのね、例えば昔ね、こうチョンドファン大統領とかの前の、ソウルオリンピックの前とかで言ったら、日本人は韓国なんて全然こう気にしなかったじゃないですか、うん、でまた軍事政権の時代とかで言ったら、うん、やはりこうね、日本の左翼とかまだ元気な頃なんで、うん、でやっぱりこう北朝鮮に対するシンパシーっていうのもあるし、うん、で実際にまあ当時で言ったら、まあね、韓国っていうのはもうひどい国だって、うん、まあ、今でこそ本当は韓国の方が圧倒的にこうまあ経済力で、うん、ね、北を凌駕してますけど、うん、昔で言ったらもう完全に北の方が上だったわけだから、うん、でもう韓国は北より貧しいし、うん、でこう人々ももう本当虐げられてると、うん、独裁者によって、うん、けしからん国だっていうのは日本のやっぱりこう左翼とかこう進歩的、ね、うん、こう文化人みたいな人たちのやっぱりこう、うん、そういう評価だったわけじゃないですか、うん、でその後も本当にこうほぼ無視みたいな感じだったけれど、うん、やっぱりこう急速にこう豊かになってきて、うんうん、でまあね、それなりにまあ民主化されてきたっていう形で、うん、でそこからこういよいよやっぱりこうネットとかの時代になってきて、うん、でまあ日本の経済がこうね低迷してて、うん、そこでこうサムスンとかこうね、こう LG とかこう、うん、そういうのがこう台頭してくるわけじゃないですか、はいはい、そうするとやっぱりもう無視できなくなってきたんでしょうね、やっぱり、うん、ただやっぱりそれだったらそれでね、まあ、厳しいことも韓国に対してね、まあ、身も蓋もないことも書くけど、まあ、ビジネスマン向けにきちんとしたなんか、まあ、そういう参考になるようなやつを書こうかっていうのは、そういうのはまだちょっと触ってなくて、まあ、ちょっとえげつない、ちょっと劣情を刺激するような、ああいうものになってしまうんだけど、でもビジネスマン、うん、なんかビジネスマンからしてもまあ選択肢がそれしかないから、とりあえずそれ買うかみたいな、まあそういう、まだそういう状況なんですよね、はっきり言って。ですね、自分なんかの考えで言ったら、もう本当な、うん、日本人がこう世界に回すって、やっぱ結構無理あるんで、うん、やっぱり日本はやっぱ特殊だと思うんですよ、やっぱり。あ、はいはいはい、やっぱ島国でね。うん、だから日本人がやっぱりこう韓国人ですら相手にできないんだから、うん、それは中国人の相手もできないし、東南アジアの人間の相手もできないし、インド人の相手もできないし、うん、アラブ人の相手もできないし、白人の相手もできないし、うん、でそれできないんだったら無理に日本人がこうやる必要もなくて、うん、それこそ本当にこうね、移民じゃないですけど、うんうん、逆にもう本当にね、毒を持って毒を制すじゃないですけど、うん、もう
インド人の相手だったらもうインド人にさせるとかそっちの方がいいんじゃないのって感じですけどね、うん、だからあの行動する保守がね日韓断交とか言ってるけどね、韓国さえ相手できないんだったらインド人なんかもっと無理やでみたいな。無理ですよ。だからよく自分なんか笑っちゃうのがね、ネトウヨとかがこう無邪気にこうあの中国が嫌いだって言って、でもうなんかインドとこうなんかこうねあの同盟組んで、それでこう中国を挟む意地じゃないけど、そういうようなことを言いますけど、多分そういうこと言ってる人間でインド行ったことないし、インド人がどういうものかっていうのはやっぱりこうあのよく分かんないと思うんですよ。でどれだけこうねインド人たちがこうマジカルな人たちで、もう日本人からしたら本当頭がこいつらおかしいんじゃないかっていうね、もう宇宙人みたいな異次元の住人だってそういう感じがこうないもんで、でまあネトウヨ的にはもうインドって言ったらもうパール判事しか多分頭ないと思うんで、もうなんかパール判事日本の恩人みたいな日本のなんか良き理解者みたいな、でインド頑張れみたいな。でも本当にあのね、まあ、中国人でもやっぱインド人っていうのはもうあいつらはって感じなぐらいだと思うんで、本当ね日本人がこう本当韓国人や中国人で手こずってっていうか、もうダメだって言うんだったらもうインド人なんかもう本当ね、無理ですよ、無理。じゃ あの変な話だけどね、あのまあネトウヨなんかがね、じゃあ韓国中国インドもしやってこれから相手にするのはね、なんかアメリカ人となんか台湾人やとかなったりとかそんなならないかな。まあね、もう当たり前の話なんですけど、日本っていうのはやっぱりこう島国なわけで、で日本は豊かな状態を保っていくためにやっぱりまんべんなくあらゆる国とやっぱり仲良くするのが一番いいんですよね。それも難しいけど、やってやれないことじゃないんで、できる限りこうねこう、いさかいなくねこうやっぱりやっていく方がやっぱりこうメリットあると思うんですよ。で韓国でも断交って言うけど、日本が韓国に対して赤字がものすごいあるわけじゃなくて、逆にね何兆円もの黒字があるわけだから、でせっかくそんな黒字の状態でこうね、それも多分未来永劫かどうかわかんないけど、もうすごい安定してるんで、だからそれをやっぱりこう捨ててこう断交する必要も別にないわけで、そんなもんね政治的にこういさかいがあるなんてそんな当たり前の話なんだから、それはそれでこう普通に対処してね、であとはこうまあ商売の部分では利益取ったらいいじゃないですか、あでもすごいなんかリベラル派文化人みたいなこと言ってましたけどね、でもあのこの前ね、あの初めてお会いした時にねかなりなんかすごいへーと驚くようなことを言ってね、やっぱり私はなんかあのタイ人をね差別してきましたとかね、もうすごいなんかもうタイ人なんて土人だとかね、土人ですよタイ人なんか、もうタイ人なんか平等は無理だとかね疑えとかね、もうすごいそれとかもうあいつらいがみ合わせてね分断して支配したんだ、それぐらいのテクニックをもうみんなやってるんだとかね、すごいきついこと言うのでねへーと驚いたのね。その話していただけますか。お願いします。あのね、日本人はやっぱりこう一番悪いのは、もう教育のせいだと思うんですけどね、もう何でもかんでもやっぱりあの平等が一番っていうね、もう平等ですと、でも実際平等じゃないんだから、平等じゃないところでやっぱりこう平等だと教えられて何かやっぱおかしいんですよねやっぱり、でその平等というのは何かおかしいってやっぱ本当は気がついてこう、ね、疑問を持たなきゃいけないんですけど、でもいかんせんやっぱり日本人というのは今でこそやっぱりこうね正社員とかこう契約社員とか派遣だとかね、こうもういろんなヒエラルキーがもう目に見えてできてきましたけど、自分なんかの子供の頃で言ったらもうな感じでそうしてこうやっぱりこうクラスで言ったらまあ飛び抜けて金持ちのやつっていうのはまあ大体もうあの普通の学校とかいないじゃないですか、もう私立とか行っちゃってるんで、大体もうその学校にもういるのはもう飛び抜けてもうまあちょっと貧しい家の人間っていうのはね、少しはいるけど、あとはもう大体もう ほぼ一緒じゃないですか、だからそんなにこうそういうこうね身分の差とか感じることもないし、ね、みんな同じようなこう環境の中で育っていくわけじゃないですか、だからなかなか難しい話ではあるんですけど、例えばタイなんかで言ったらあの自分は一応まあ中国香港カンボジアタイとかいろんな国住んでたんですけどね、で一番長かったのがまあタイなんですけど、タイでいうと普通のこうねちょっとしたこうまああのね
あの会社でこう管理職やってるぐらいのレベルの人間だったら、はい、あのメイドさんとか雇うの普通なんですよ、はい、ええ、はい、中には本当にあの、ね、メイドさん2人も3人も雇ってる人なんてのもざらにいるわけで、はい、でまあ、やっぱりこう、ね、そういう社会っていうのはこう、ある程度こうもうヒエラルキーっていうのは本当にもう階層がこう、ね、目に見えてるんで、はい、でそういう社会でやっぱりこう日本人がやっていくためにやっぱりこうそういうのを、ね、自覚しないといけないですよね。自分がどのぐらいのこう階層にこう入ってどうなのかっていうことを、うん、だからまあそうですね、具体的なあの感じで言うと、はい、例えばこうまああのタイ人と仲良くしましょうって言って、はい、日本人のまあ管理者がね、はい、その場に入ってって、うん、でまあみんなでこう一緒にこう食事して、うん、で寝食を共にしてじゃないですけど、はい、でそういう感じをこうやっぱ日本人っていうのは持ち込みたがるわけですよ。そうですよ、そうですよ、それ、ええ、うん、だよくほらあの失敗談かなんかで工場とか立ち上げに行ったけど、うん、もう寝食共にして苦労を共にして、うん、俺はあいつらと一緒にこう酒も飲んだし食い物も食ったしみたいな、うん、なのに裏切られたとかよくそういう話でなんかあるじゃないですか。そうなんですか、知らなくてごめんなさい、でもそれはもう根本から間違ってるんですよ。うん、逆にもう挑戦として俺たち、もう俺たち日本人はお前らと違うんだと、うん、で俺はもうね、あの管理者でお前らとは全然もう違うんだって、うん、そういうのをこうもうあの初っ端からこうやっぱりこういかに違うかっていうのは見せていかないといけないんで、うん、相手が例えば10バーツ、まあ、日本に行ったらまあ30円ぐらいの、うん、例えば飲み物飲んでたらこっちはスターバックスで買ってきた100バーツぐらいのこうあの300円ぐらいのね、うん、あのコーヒーを飲むとかね、うん、相手がまあねあの、10バーツのカップラーメン食べてたら、うん、こっちはあのね、うん、あのスーパーで買ってきた、うん、あの日本から輸入したね、うん、あのもう60バーツ70バーツ、うん、200円ぐらいするような、うん、そういうまあカップヌードル食べるとかね、うん、そうなんだ。だからそういうふうに体で何か見せつけるっていうので、であのもう管理職は管理職でなんかもう上座の席で座ってなんか食べてる、それでいいんですよ、それで、うん、だからで、言葉きついけど本当にあの人たちはもう猿とか犬とかと一緒なんで、だからいや実際にそうですよ、同人なんだから、うん、言った、だから、うん、猿とか犬にはねこう口で言っても分かんないですから、言った、だからやっぱりこうもっと分かりやすくあのやんないといけないんで、言った、ええ、もうなんかもう本当ポリティカリーコネクトのやつぶっ飛ばせやね本当に、ええ、人権とかもうバーンもうなんかあの何て言うのかな、私がねあの差別反対の関東のねああいう人らのところに入ったらね、ええ、もうすごいなんか怒られてばっかりでね、ええ、もうあれが悪いこれが悪いって怒られてるけどね、ええ、でも浦島さんそういうのボーンと吹っ飛ばすぐらいのなんかすごい、いやいやいや実際そうですよ、だって、うん、あの猿とか犬にこうねあの、うん、餌やってね、で俺はお前たちに餌をやってるんだと、うんね、言うこと聞けと、うん、でそれでこう、まあ、言うこと聞かなかったらもう餌やんないと、うん、で、なんかね、あのボール向こうに飛ばして持ってきたらまた餌やるとかね、うん、うん、全く同じですよ、あのタイ人とかああいう東南アジアの人たちと接するっていうのは、うん、あのこれだけ聞いたらカーッとなんか怒る人ってたくさんいると思うんだけどね、ええ、あの本当にね、心のきれいな人がね、ええ、あの真心と正義でね、ええ、あのタイ人の方と接してね、うん、それであのそれでお仕事をやりましょうってやったらなんかすごい失敗でしょ、真心と誠意を持った人があのタイに来ると大体多分すぐに乗り合わせになって、うん、通じないしね、うん、で会社の社長とかからなんでお前タイ人扱えないんだとかね、うん、言われてしょぼーんとなって帰っちゃうパターンがほとんどじゃないですか、うん、多分今自分が言ったようなことでも土人だとか犬や猿と一緒って、うん、多分向こうで経営されていらっしゃる日本人の方とかは、うんうん、そうそうそうってあのみんなうなずいてるとは思うんですけど、それはまああの変な話ですけどね、じゃあ浦島さんが例えばね、じゃあタイ人向けのなんかまあそういうねビジネスのセミナーやりましょうとか言ってね、はい、まあ、そんなビデオやったり本になったりとかね、絶対流通せえへんよこれ、絶対無理。いやまあだからなんかキアモノの人が語ってるのが面白い、なんかこうあのねあの映像みたいな感じではあの需要があるかもしれないですけど、いやセミナー的なあれでは無理ですからね、金相撲みたいにね、あの、でもまあそんな経営セミナーやりましょうと、で浦島さんどうぞってね、ええ、土人そ
とか言ったらね、もうそれで完全にアウト、カットやるんですよ。ただでも僕ともし居酒屋とかで行って赴任される方はね、話もし 2,3 時間聞いてくれたら多分参考になると思うんですよ。だからそういうことなんかきつい話とかいっぱいあるからね、まあ、さっきもなんか浦島さんからね、そういうね、もう真心の誠意でもって、なんかタイ人の方とお商売をしましょうってやったら、次々と失敗して、なんか大変なことが泥沼騒動になるから、その土人っていうのは日本人と宗教も違うし、その家族のあり方も違うし、人とのコミュニケーションも違うしみたいな、そういう、まあ、全て違うんだけど、まあ、頭のレベルもやっぱり違うんで、例えばね、こういうこと言うとみんな驚くと思うんですけど、もうアジアとか行ったらね、もう時計の読み方とか時間とかも分かんないような人間山ほどいるわけですよ。例えば実際に自分が接してびっくりした例で言うと、1時間がもちろん60分であるっていうのは日本人だったら子供でも、ね、幼稚園上がる前の人間でも知ってることだけど、大学出た人間でも1時間100分だと思ってる人間いるわけですよ。例えば帳面につけるのにね、1時間半って書くところをこうなんかこうね、1時間半じゃなくて150分って書いてるみたいなね、おかしいなって、150分なんてコースないのになんで150分なのかなって思ったら1時間半のつもりで書いたみたいなね、そうなんだ。それからこう例えば知り合いの店で雇ったおばちゃんとかの話で言うと、4時から6時まで試しにちょっとこう働いてみてくれみたいな感じで、で真面目な人だったらそのまま雇おうかみたいな話で、まず試しに4時から6時まで2時間だけみたいな、で、ああもう真面目な人だし雇おうかみたいな話で、で今日はご苦労様みたいなことで2時間分の給金を渡そうと思ったらおばさんが怒るわけですよ、なんで2時間なんだ、3時間じゃないかって、いやいや2時間じゃないか、いや3時間だって押し問答になってるわけですよ、でおばさんと話したらこうおばさんが言うには4、5、6だから3時間だって言うんですよ。だからまあね、それはまあ普通に言ったらまあ、4時から6時まで行ったらまあ120分なんで、それはやっぱりこう2時間でしょって話なんだけど、ねえ、4時から4、5で5時から6時で6で、3時間だって言われちゃうとね、そのレベルがもうそんな人はね、やっぱりさすがにそのレベルはさすがにゴロゴロいるってことはないですけど、でも大学で人間でもそういう人間はやっぱりさらっとやっぱりこういるもんで、やっぱ警戒が必要なんでしょうね、だからそれとかもう本当にもう日本人からしたらびっくりっていうのがやっぱりゴロゴロあるんですよね、だから、ね、よくあんな国でトヨタとかね、こうなんか自動車関係とかね、あと家電関係とかでも大規模な工場展開してね、頑張ってるなとは思うけど、ただあれはね、やれるのはやっぱりこう会社がまずこうね、年払いがでかいんで人がこう求人にこう応募してくるっていうのと、であとはもう統計的な問題なんで、小さい会社だと例えば2、3人しか雇わないといったら2、3人全員こうスカを引いちゃう可能性があるじゃないですか。あ、はいはい、でもまあさすがにでかい自動車工場で何千人とかこうね、もう千人単位でこうもうなんかこうね、雇うとかいう場合だったら、もうそのまた何倍何十倍って応募者がいますから、まず書類の段階である程度こうね、まともな人間をこう選べるし、でまたあとはこうまあ一チーム仮にまあ100人だとして100人ぐらいだったらまあ大体もうその中でできる人できない人普通の人とかもう大体こうまあ、確率的にこう収まるじゃないですか、サイコロも例えば1回しかこうねこう振らなかったら、1が当たる可能性は低いかもしれないけど、やっぱり100回1000回1万回ってこう振ったらやっぱりこう大体1から6までそれなりにこう全く均等ではないけどある程度はこうそれに近い感じになるじゃないですか、確率的にみんな6分の1ぐらいになってくるじゃないですか、だから多く宿うメリットってのはあると思うんですよ。そうやね。それとやっぱりああいう大企業になってきたらやっぱり工場やから、もう機械通りに動けっていうそのマニュアルが徹底するからっていう、そういうことですね。そうやね。だからもう部品みたいにもうベルトコンベヤーで20クリックリそれだけやっとけみたいなね、マニュアルがそう取ってるから。これがねやっぱ小さい会社になると、もうお前あれもこれも全部やれって
全体的なこと、だからそんなことは無理なんで、うん、やっぱタイ人使おうと思ったら、うん、あれもこれもっていっぺんに並行してやらせるの大体無理なんで、うん、でまずあなた何時から何時まではこれやっときなさい、うん、で終わったら今度はじゃあ、終わったらっていうのはもう終わった後に言うんですよ、うん、もうやる前からもう今日は何時から何時までこれやってそれ終わったら次やって、それ絶対無理なんで、うん、で終わったところでまたこうね新しいこう指示をこう与えて、うん、ね、うん、そうなんだ、でまたこう、うん、ねあなたはこれとこれとこれをやれっていうのがやっぱりこうタイ人はそういうのは無理なんで、まあ全部こう細かくこうそのなんていうんですかこう、うん、ね、うん、細かくこうアサインして、うん、でこうもうあなたはもうこれだけやってなさい、まあ、あなたはもう本当掃除だけやったらいいですって、うん、あなたはもうじゃあもうね、うん、こっちだけやっといて、うん、っていうふうにこうやらせないと、ああそうやね、だから大企業の場合はあなたはもう朝から晩までねじくり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  やるとかね、そういう分業が大切可能だからっていうのがあるんでしょうね、うん、やっぱり、はい、それとあとなんかこれマイノリティ支配のノウハウっていうやつもちょっと語らせていただきますけど、それでユダヤの陰謀論でね、私前リチャード・コスミスさんのところにいまして、リチャード・コスミスさんもね、アメリカが植民地を、ね、支配するためにはね、えげつない手口を使うんだって、その国のマイノリティにちょっと利権を与えて、で、まあ、汚れ仕事をさせるんやってね。それは別に彼が見てきたわけでも何でもなくて、うん、歴史的に大体そうじゃないですか、うん、大体そうですね、アフリカとかでも大体こう、まあ、うん、ものすごい数 の民族いるわけで、うん、そういうまあ民族をこういがみ合わせたりとか、うん、ね、うん、インドとかだったらこう、まあ、ね、マイノリティ見つけてそれにこう支配させたりとか、うん、でまあミャンマーとかでも そうだし、うん、ね、どこでもやっぱそうじゃないですか、日本でも、うん、幕府とこう、ね、長州や薩長だとかそういう感じでね、うんうん、いや、まあ、だから山口県のなんかあそこら辺の田臥ね、田臥もう陰謀論で有名なところなんだけど、なんで山口県出身者がこんなに多いんだとかね、うん、だから長州派たまたまでしょ、あそこはやっぱりこう長州の子はやっぱりこうね、領内で、うん、でたまたまあそこにやっぱりこう通じる人脈っていうのはできて、うん、あとはもうその辺でこうもうなんていうんですか、口コミじゃないけど、うん、そんなレベルだと思いますよ実際はね、まあ、そうやけど、だからまあ、日本で言ったら在日や部落に、まあ、ちょっとアメリカの手先となって、まあ、ちょっと汚れ仕事をさせるみたいなね、そういうことも当然やってるんだとかね、うわーって言ってまして、で浦島さんにそういう話をしたらね、ああでもそれはねどこの国でも現実のリアリズムとしてありますって、で僕もタイでね、タイ人同士をいがみ合わせて支配してきましたとかね、そういう話もなんかなさっててね、とか思って、で僕の仲間もなんかやっぱりタイ人同士をいがみ合わせたけど、なんかやりすぎて失敗、それやりすぎてしまいまあ別にね、まあそういうのはどこでもやってるし、だから海外進出する大企業がね、日本の大企業が、うん、まあ、東南アジアとかどこに進出するときでもね、必ずもうなんか従業員同士をいがみ合わせて支配するっていうのはね、基本的なテクニックですとか言って、まあまあいがみ合わせって言うとまたちょっと違いますけどね、うんうん、やっぱりこう土人なんでお猿さんの猿山でもやっぱりこうボスがいてこうね、うん、次期ボスみたいなやつがいたりとか、うん、あとはこうね威勢のいいやつがいたりとか、こう序列がやっぱりこうあるじゃないですか、はい、で北朝鮮とかでもやっぱり序列がこうあるじゃないですか、はい、でやっぱり原始的なところっていうのはやっぱりそういうところがやっぱあるんで、うん、だからやっぱりこうタイ人とかね、こう東南アジアの人たちなんかと接する場合でも、うんうん、やっぱりこう自分がまず一番上で、あなた方とは違うんだっていうのを見せた上で、はい、でまあ、うん、そういうねタイ人とかでも、うん、であなたはこんぐらい、あなたはこんぐらいっていうのをね、うん、それとなく分からせないと、うん、そうやね、だからこういう話聞いてみてね、私はやっぱりなんか日本国内でまあ優雅に暮らしてきた、まあ、下っ端の人間だからね、
うわマイノリティ支配えげつないキャーいやいやわとかね。だからそういうのはやっぱりもうさっきの話でもありますけど、うん、やっぱりこうね、うん、適正とかでもそうだけど、うん、ほっとけばやっぱ泥棒やっちゃうっていうのはもう実際もうそうなんで、うん、でだったらじゃあそれ、うん、泥棒しないことを祈って、うん、それでもう泥棒したらあんた許さないなんて言ったって始まらないわけだから、うん、ほっとけばやっぱり泥棒やっちゃうんで、うん、だったらじゃあこちらが何するかって言ったら泥棒されないようにするしかないんですよ、うん、でそのためにはやっぱりこうもうね、うんうん、インド人じゃないけど本当もうあらゆるところに鍵つけて回るじゃないけど、うん、ああいうのも初め日本人からするとびっくりっていうか、うん、なんでこいつらこんなこう人を信用しないんだとか、うん、ね、うん、多分日本人的な考えで言ったらこうお手伝いさんを雇おうと思ってもこう、うん、まあねどこ入ってもいいですよみたいな感じで、うん、別に鍵なんかつけないと思うんですよ、うん、でもそれやるとやっぱね物なくなったりするんですよ、うんうんええうんうん、だったらじゃあやっぱり後で怒って警察突き出すとかね、うんうん、怒るぐらいだったらもう初めからやっぱり泥棒させないようにした方がいいですよね、うん、例えばこっちが気をつけて付き合ってればものすごい優秀な人間で頑張ってくれるかもしれないのに、うん、ねえ、うん、泥棒するって分かっててそんなもん物を取って盗まれてそれであいつは信用できないって言って使わないって言ったらどっちがメリットあってデメリットあるかって言ったら、うん、やっぱりこうもう初めからこうそういう人間だって分かっててこう、うんねえうん、気をつけて付き合った方がいいじゃないですか、うん、まあねだからもう浦島さんの話をもうなんか聞いててもねヒエーっていうのねもうなんかリアリティがたくさんあってねだからやっぱり東南アジアとか外国でねいろいろ苦労してきてねもう泥沼のなんか人間関係とか、もういろんな苦労があってねそういうのがあった上でね日本人でもねいろいろ意見はあるもんで、うんもうどうしてもこう例えばタイなんかで言ったら、うん、タイ人大好き、タイの悪口言う日本人大嫌いってそういう日本人も多いんですよ、はいはい、でまたもう、うん、ねもう、うん、タイなんか大嫌いだみたいな感じで、うん、じゃあなんで住んでるのって話になるけど、うん、もう本当タイ人なんかも一切もう、ね、受け付けないみたいな人もいますし、うん、だからそこら辺でまあさっきの話にもつながるけどもう玄関本や拳銃本とかね、うん、ああいうの買ってるのは実はなんか実際に嫌な思いをしてそれで本を読んで確認してなんか心の癒しを得てるっていうような人もある程度はいるんですけど、ええ、でも逆になんかもう韓国で、ね、大好き大好き言う人もいるし、ええ、そこら辺がなんか日本人でもすごい分かれてしまうんですねはっきり言って、うん、なんかもう異文化でカルチャーショック受けてガーンと受けなるのかいやそっからなんかいろいろ学ばせてもらうってなるまあでもね、うん、自分なんかまあ韓国何度か行ったことありますけど、うん、基本的に人は親切だと思うんですよね、うんうん、と自分なんかでも別に街歩いてて、うん、一人で歩いたことってのはないんですけど、うん、ね、お前ちょっぱりかとかねお前きょっぽかなって言われてなんか悪態使われて、うん、でなんか唾かけられたりとかそんなことないですから、うんうん、ねえ、うんだいろいろねこう、うん、言葉わかるこう、うん、おばあさん出てきて、うん、でこうまあねこの店はこうだから、うん、ああしなさいこうしなさいといろいろ教えてくれたりとかね、うんうん、それはもう全然普通ですよ、うん、でだからまあ日本のね、うん、なんかネットとか見てると、うん、本当なんかもう観光なんか絶対こんな国行きたくないんだっていうふうに思うようなこと書いてあるけど、うん、実際そんなことないですからね、うんでも逆に言えば、うん韓国のそういう同じような鏡合わせみたいな連中っていうのは日本行ったら放射能に浴びてでまた日本人っていうのはひどくてもうってそういうことをねやっぱ書き散らしてるわけですけどね、うんうん、あそういえばまた話してくるけどリーノブエがもう韓国の掲示板とかああいうのをなんか翻訳して紹介してるしててね、ええ、そしてそれがなんかまたカウンター側のソテンウっていうねちょっと在日そも在日韓国人の男性なんですけどね、まあ、リーの部屋が訳してるのはちょっとまあちょっとかなり偏ってるやつだなとか言っていやそれはそうでしょ、うん、だいたい彼女が訳してるやつとか見るとみんなほとんどはもうネトヨが好きというか好みそうなやつ選び抜いてきてるんで、うん、そんなものが多分普通のまともな、ね、メディアに転がってるはずもやっぱないんで、うん、向こうもやっぱりこうだいたい日本と同じぐらいのもんだと思って、うん、ほぼ間違いないと思うんで、うん
だからまあ向こうでやっぱ特に変わったねあのことを言ってるようなのを多分わざわざ見つけてきてるんだと思うんですよ。うん、なんか あの人もちょっと確信犯で炎上商法を狙ってるのかな。まあ炎上商法というか、うん、あのまあその辺は需要と供給でしょうね。うん、まあ今例えばその書店でさっきの話でも、うん、ね、うん、もう玄関本建築本山ほど積まれてるっていうのも別に陰謀でも何でもないし、そういう実際需要があるもんで、うんね、今夕刊誌とかでもみんなそうじゃないですか、うん、毎日パックで呆れたなんとか付け口解雇とか、うん、そういうやつの方が実際それ買う人がやっぱいるわけであって、うん、例えば今夕刊誌とかでも130円40円するわけじゃないですか、はい、ね、130円40円出して今の時代にこう、うん、そんなものをわざわざ買うなんていうことは普通しないじゃないですか、うん、ネットで簡単にこう、ね、うん、情報というのはこう、うん、ただでこう見れるわけだから、うん、で日本人ただ大好きですからでもそれをわざわざお金130円40円出して、うん、そういうパック値がどうしたって言って買う人っていうのはやっぱ特殊な人なんで、うん、やっぱりその特殊な人たちに対する需要がやっぱりはっきりとやっぱあるんでしょうね、うん、ええ、やっぱりネット上に相手にしたらすごいなんかやっぱり釣れるみたいな、そういうなんかマーケットがもうできちゃってるっていうことなんですよね、はっきり言って、まあ、反応があるというか、昔はやっぱりちょっと特殊な構想だったのかもしれないけど、今だんだんこうメインになりつつあるっていうのはやっぱ肌で感じますよね、うん、だからやっぱりネット上相手になんかちょっと釣りを釣り堀垂らしてみたいなやつが、だから昔は二刀流しか言わなかったような韓国がこうだとか、うん、中国がこうだっていうのがだんだん日本人の一般認識にこうなりつつあるのは間違いないかもしれないですよね、うん、だからまたなんか李信枝さんの批判になってしまいますけど、彼女がねあの本屋で玄関本や拳銃本とか置いてるのはねやっぱりなんかもう嫌だから今度書店に言おうかなとかね、そんなこと言ってないんですか、うん、李信枝が、うん、でも彼女自身もねなんかちょっとあれあの人のあのちょっと記事をちょっと読んでみたけど、やっぱりあれちょっとネットを揺つるようなちょっと炎上商法とかちょっとやってるなっていうのがやってるしね、彼女自身もちょっとやってるんじゃないかなとかそれは感じたし、だからそういうことを言い出しちゃったらねあのちょっとどうなのかなとか思うからね、それ言い出したらやっぱり本屋から追放するのね、まあ、だからそういうのネトリが起こるんでしょうね、うん、まあ、その明らかにその殺せとかね毒の目とかね、うん、飛び降りろとか首吊れとか、うん、それはも もうまずいとしても、うん、ただ基本的にあの人たちの感覚で言ったら、うん、そのまあね韓国が今やってる反日だとか、うん、あとはねこう、日本はあの、ね、併合してあげて、うん、でそれでまああのあれだけ豊かにしてあげたんだとかね、うん、でまた従業員なんてないだろうとかね、うん、それはみんなあの人たちはやっぱり事実だと思ってるわけだから、うん、だからその事実に対してこうなんていうんですかねこうもう規制かけて、うん、でその言論弾圧をしようとしてるっていうのはやっぱ我慢できないでしょ、うん、で昔はやっぱりこうね今これだけ在特会っていうのがこう、うん、あれだけ大暴れする前っていうのは、うん、その前の時代っていうのは、うん、そんなことやっぱオペラに言える時代じゃなかったし、うん、ネットが普及したからこそああいうことを言えるようになったわけで、うん、昔はあの人たちはやっぱりああいうことを言うっていうかああいう発想っていうのはやっぱりこう、うん、重しかけられてなかなかこう社会の中で日の目を見なかったわけですよね、うん、ええ、うん、だからまあその極端な殺せとかいうのはまあやっぱりこう、うん、何とかした方がいいのかもしれないけど、うん、ただ普通にまあこれこれこういう理由で自分は韓国が嫌いですって別にそれはいいじゃないですか、うん、だからもしやるとしたら、まあ、客観的なミスがあったかねデマがあったらね、僕も嫌いですよ韓国は、もし僕があのかあの核ミサイルのボタンを持ったらあの一瞬であの韓国に打ち込みますからね、あなた日韓ハーフやなんてこと言うのそれだからそうですよ、嫌いなものは嫌いですからそんな、そんなあなたのお母様の母国なのに、それの感覚がよう分からへんけど、まあ、気にしないですよねいや、なんでなんでそこら辺の感覚はよう分からへんねんけど、でもやっぱり微妙な愛情もあってなんか不思議な、なんか不思議な感情やなって、いや日本人からしたらやっぱり嫌でしょ、うん、ねいやでもやっぱりただ僕の場合はまだ冷静な方なんで、うん、そのさっきの、ね、オリンピックなんかでもそうだけど、うん、ネットではすぐこうなんか奇妙な金河天とかね、うんうん、なんか真央ちゃんが、うん、あのものすごい虐げられて、うん、でこうなんかって言うけど、うん、でもその辺もやっぱりね自分結構あの、うん、
意外と真面目なんでね、うん、採点表とか全部元にして、うん、でまあトリプルトゥーループとかね、うん、トリプルルッツとか、うん、何点なんだとか基礎点がとかね、うん、そういうのちゃんと勉強して、うん、それでこうビデオ見ながら、うん、でここでこうねうんうん、どうだとか一応見て、うん、で自分なりに見た感じでは、うん、やっぱりこう浅田真央なんかの場合でいくとやっぱりこう、うん、まあ、なんていうんですかね、やっぱりこうトリプルアクセルがこう全部決まったとしてもやっぱりこう点数というのはそんなにカーンと跳ね上がる感じではないんだなというのはやっぱり納得いきましたよね、うん、それからするとやっぱりこう決め技がやっぱりこう、ね、コンビネーションがやっぱりこうすごいん で、うん、でやっぱりこう着氷とかも綺麗だし、うん、あれやっぱりこう点数やっぱ上がると思うんですよ、あの演技って、うん、あそういえば鴨川ひかるさんっていうね、副島貴彦さん関係の人なんですけどね、もうあの人も言ってたんですけどね、もうキム・ヨナの方が国際基準ですよって、頭のレベルもね国際基準で講演会できるレベルなのでね、浅田真央はねかわいそうだけど頭のレベルがね国際基準じゃないんですって言っててね、うん、だから、うん、自分もちょっと気になってね、うん、こうアルファベットでこう全部こうググってみたんですよ、うん、はい、で真央浅田ソチとかね、うん、ヨナキムソチとか、うん、ゆずる羽生ソチとか、うん、はい、上位の人全部ググったんですけど、はい、もう本当にキム・ヨナとかこう外にこわっていうのはもう、うん、ググるともう1億3000とか1億6000とかそんないくんですよ、うん、でも浅田真央とか何百万とかそのレベルなんですよ、はいはい、もう30倍くらい違うんですよね、はいはいはい、で浅田真央の場合で言ったらもう、リプニツカヤとかよりも低いし、うん、であとはアメリカのねゴールドとかよりも低いし、うん、で羽生でさえもね、うん、こうあれですよ、うん、パトリック・チャンとかよりも低いし、うん、でなんでこんなね浅田真央が低いのはまだいいとして、うん、金取ったね、うん、羽生でさえなんでこんな低いんだっていう話になって、やっぱり英語力の差とかになってくるんじゃないかなと思うんですよ、うん、英語によるやっぱ発信とかがやっぱ足りないのかなっていう感じになってくるんで、やっぱりキム・ヨナは英語で講演会とか全米回れるぐらいのレベルなんかな、やっぱり、まあね、やっぱり細かくそこまで調べてないけど、うん、やっぱりインタビューとかね、うん、いろんなこうね、雑誌のこうそういうこうまあ、うん、ね、うん、乗ったりとかね、うん、そういうあるんじゃないですか、やっぱりそういうのができるんだ、だって日本でもほら浅田真央がなんかどっかのこうあれになんか乗ってますみたいな、そんな見たことないじゃないですか、うん、あくまで日本国内の、うん、ばっかりで、うん、まあね、うん、だから多分そのね、キム・ヨナとかこうソドニコワとか30倍ぐらいの差が開けあるっていう現実を目の当たりにすると、うん、やっぱり外国人からしたら、うん、ああ日本人のジャンプがうまい子、名前なんだっけって多分そんな感じのレベルだと思うんですよ、うん、まあねだからまあ日本の二度目はそんな向きになってね、うん、もう本当はもう浅田真央が一番なんだでもう世界中から絶賛されててとか、うん、そういうのやっぱ鵜呑みにするっていうのはやっぱちょっとどうかなっていうね、うん、うん、そうですね、それと私はなんか芸能に関してはね、ええ、今の日本の芸能界本当あかんダメダメでね、ええ、やっぱり芸能のレベルで言ったらもう国策で韓国がなんか頑張ってるからね、ああこれも芸能のレベルで言ったら韓国の今上行ってるなってな、まあ、日本も今ね、うん、なんか真似して予算つけてやろうかって話になってますけど、うん、まあ、それはそれでメリットがあるんだったらいいかなとは思うんですけどね、うん、メリットっていうのは、うん、例えばそのまあね、東南アジアとかあとまあ中南米とかね、うん、これから勃興するようなこう、まあね、国々で、うん、もう昔の日本の古いアニメとかドラマとかあるじゃないですか、うん、はい、ああいうの全部こうね、その地域でのこう放映権みたいなものを全部こう、うん、通産省とかね、うん、そういうところがもう買い取っちゃって、うん、でそれでこうまあただ当然の値段でね、うん、もうバンバン一日中もうどこつけてもこうなんか日本人出てくるみたいな状態にしちゃうっていうのも手だと思うんですよ、うん、それがひいてはこう販売促進にこう結びね、つけばね、うん、ただやっぱり客観的に見てね、ああこれはもうなんか今の芸能界のレベルはアメリカでその地域は香港で韓国で、ええ、でそういうレベルがあって日本もちょっとダメだよ、
ダメでしょうね、うん、映画とかでも日本の映画で面白いっていうのは本当ないですよね、うん、だから韓国でも香港でも、うん、ね、それこそタイでもやっぱ世界に通じる映画っていうのはこう作れるわけじゃないですか、うん、なんで日本の映画監督っていうのはね、世界に通じるね、うん、本当に世界のマーケット意識したね、うん、あの映画っていうのを作れるはずなんですよ、作れるはずだけど作んないんですよ、うんうん、だからそこでまあなんかな理由があるのかもしれないですけど、うん、まあね、まあ、あの芸能に関しては完全に負けてるっていうのはもう客観的に分かってるから、ね、だからそれでまあちょっと悔しいなっていうのはありますけどね、まあでもやっぱりあのそこら辺で文化侵略だキャーとわめいてたのはあったけどね、ただやっぱりあの前も浦島さんがツイッターで言ってたけどね、まあお金に関してだけどね、お金に関してはもうなんかあの日本のフジテレビとかがもう著作権全部なんか握っててね、お金はもう韓国の芸能人、いやもう単なる商売ですよ、うん、あの別にそのなんかあのフジテレビとかに創価が入ってるとかやれ統一が入ってるとかね、うん、あの韓国人が入っててとかね、うん、もう別にそんなんじゃなくてもう本当下船なこうなんていうんですかね、うん、もうあの、うん、レベルの本当にもうそろばん弾いてるだけだと思うんですよ、うん、ねえ、まあご存知の通りやっぱり電波というのはただ同然でテレビを使ってるわけだから、うん、でまあそれでこうね、うん、競争があるって言ってもやっぱりこう、うん、もう入札があるわけじゃないし、うん、ね、うん、もうその免許がいきなり剥奪されることもほぼないわけだから、うん、それでこうまあね、うん、仮にまあ、うん、スポンサーから1億もらったらまあ、うん、そのうちまあ2,000〜3,000万とかね、うん、そんぐらいしかこう放送の現場回らないわけじゃないですか、うん、あとはみんなね、代理店とかあの、うん、放送局がこうピンハネしてるわけじゃないですか、うん、そんな結構おいしいねこうあの商売してるわけだから、うん、でも連中はそれに飽き足らずもっとさらにこうあの儲けようとするわけですよ。でも今インターネットが出てきて厳しくなってるから、今後やろうと思ったら通販商売になるから、だからもうインターネット出てきてからですよね、あの韓流っていうのはね、うん、だから、うん、やっぱりこう韓国のドラマっていうのもやっぱり日本と同じような民族が作ってるドラマだから、うん、まあ日本人が見てもそんなにこうおかしいところはないわけですよ、うん、でまあそういうのをもう本当に安い値段でね、100万とか200万とかで仕入れてきて、うん、でそれでこれ100万で仕入れたものがこれもし3000万で作ってるドラマと同じレベルだったらこれはやっぱり美味しいじゃないですか、うん、それで視聴率そこそこ取れたらね、うん、それとやっぱり歌詞も ね、 ねやっぱりただで出てで著作権も全部なんかこっちがもらうぞっていうふうにやっちゃったらあとはもうなんかそれは日本のテレビ局っていうのはもう昔からそうですけど、うん、例えばじゃあテレビドラマの主題歌ね、うん、歌わせるからその代わりもう版権は抑えるとか、うん、そういうの普通にやってきてることなんで、うん、だから例えばフジテレビで言ったらフジパシフィック出版みたいなところがね、うんうんうん、まあもうカラとかの、まあ、楽曲のそういうもう権利をもう抑えちゃって、うん、それでこうバーッとこうテレビ番組出しまくって、うん、で売れたら自分たちの懐にお金入ってくるわけじゃないですか、うん、ね、だからそういうのでなんかいろいろあってね、だからそういうもうなんかお金のリアリズムっていうのがあるから、じゃあ日本人 が芸能人が頑張ろうと思ったらじゃあタダで出て、しかも著作権とかコピーとかも全部なんかテレビ局に差し上げて、でしかもなんかクオリティが高くてってね、そこもやらないともテレビ局は使わないみたいな、うん、だから韓国のね、うん、最大手の芸能プロダクションで東方神起とかがこう所属してる、ねうん、少女時代とかね、うん、SM エンターテインメントってありますけど、うんはい、あそこなんかでも初期の段階で言ったら、うん、儲かってるのは本当にね、提携先の ABEX とかね、うん、あとは日本のそういうテレビ局とか、うん、そういうところばっかりで、うん、でどうやって利益出してるのかって言ったら、うん、日本でのやっぱ公演ですよね、うん、でなんかまあ、ネットウェブがね、まあ、韓国芸能人のねコンサートとかねファン交流会とかぼったくりで高いって言うけど、でもそれあれでしか逆に言うと儲けないんですよ ね。だってもうテレビがノーギャラで出てて著作権も全部なんかテレビに上げちゃってるからね、うん、だからテレビ業が下手したら多分協力費でお金出してるぐらいの感じだと思うんですよ、うん、まあね、うんそういうのがいろいろあるから、そういうだからフジテレビは韓国利権をただでなんかガワッともなんか儲けてるみたいなもんや言ってね。ええ。だからそういうなんかリアリズムの話とか言っててね、
最低限なんかもうだからやるんだったら、うん、あの韓国をなんでそんなあのお前らこうね、うん、あのやるんだとかあの日本のテレビ局だとかそういう抗議の仕方じゃなくて、うん、でもうちょっとちゃんとね、うん、あのねあんた方あのね、電波ただ同然で使って、うん、それでこうねこう自分たちでこう例えば映画作ってね、うん、でそれでこうまあ、それをこうただ同然でこうそれをこう宣伝してね、うん、それでこう儲け出すとか、うん、それはこう電波とかそういうのもこう一応国民のね税金で賄われてるもんだし、うん、国のやっぱりインフラなんだから、うん、それはやっぱり違うんじゃないかとかそういう抗議の仕方はの方がいいと思うんですよ、うん、そうそうそう私もそう思う、なんか電波利権を独占してるんじゃなくてもうちょっとなんか入札制度とかもうちょっとなんか開放したらいいんじゃないかとかね、そういう抗議の仕方の方がいいですね、はっきり言って。だからそういう意味ではちょっと韓国芸能人使うなみたいなのはちょっと嫌やなとかそれも思った、はっきり言ってね、うん、まあ使うなって言ってもねやっぱりこう賞味期限切れたらほっといてもあのもう韓国人見たくても見れないですから見れるうちに見といたらいいんですよ、ね、もうね、だから浦島さんってね、やっぱり韓国に対してね愛情もあるしなんか嫌いってもあるし、嫌いですよ、そこら辺がちょっと複雑な気持ちやなとか、なんかそこら辺が私なんかよう分からなくって、なんかすごい愛情あるなすごいよう知ってるなっていう時と、なんかまあ嫌いいうのとね、よう分からなくてでもうちょっとここへ一休みして、はい、次はインターネット上でね、あその前にまだあれですね、はい、そのリチャード・コシミスとかマイノリティの話はあんまりまだしてないですね。あそうなんだ、じゃあちょっと一休みして追加しましょうか。はい、わかりました、はい、ちょっと一休みします。はい、じゃあ配信停止、録画停止。はい、じゃあはい待ってね。はい、浦島ちょっと待って、2部、はい、小清水さんの話したいんですか？多少しましょうか。え、なんでしたいの？別にリチャード小清水は詳しいわけじゃないですけど